いやー、前回のパートからため取りでやっていくよ。切なケースだよ。ではやっていきます。なんか寝てる、あいつ起こしたれ起こしたれ起こ起きん伸びたり縮んだり、中はどうなっているんだろう。入ってみれば突き落としちゃうか。えいあ、戦闘はしやがった。初めて見るやつ出てきた。何これ。嫉妬の社交、緊張のアーミュー、落胆のドイドル。びっくりした。これパッと見アイドルって見えたんやけど、なんかパッと見アイドルって全然アイドルじゃないような人にアイドルってつけたんかなとどうしようかな。一番効力高そうなこいつから叩きたい。嫉妬の社交、嫉妬、嫉妬、不安や孤独じゃない、嫌悪か憂鬱、どっちだろう。嫉妬ってことは嫌悪かな。嫌悪に強い、孤独で攻撃してみよう。正解、一撃。いい感じ。次に堅調は不安だろう。これは分かる。つまり嫌悪で攻撃と撃破。いい感じ。嫌悪攻撃もそんなにダメじゃない、いける。落胆ってなんだ。落胆、不安かな。不安、いや憂鬱かな。これ憂鬱に弱い、不安、憂鬱に強い、不安攻撃。正解。綺麗に的中できました。いい感じです。そしてレベル3に上がって、なんかまた覚えた。スキルか。センシブルって何、すごい名前やな。相手の栄翔を妨害する弾を打ち出す。つまり魔法を唱える。魔法ってなんか使いよったっけ、相手いや、あまりイメージないけど、魔法を妨害するんやな、攻撃と一緒に。これはリフレッシュを回復で、ありがたいな。これヒーラー役なんやな。よっしゃ、東って言ったっけ、右か。デートに誘ったはいいものの、何を喋れるのかいいかわからないよ。そういう時はさ、アドバイスして進みましょう。節系お兄さんが、私、人生の中で恋愛経験はありませんが、頭の中でシミュレートで何をすればいいか分かっております。まず最初に聞くこと、それは一つしかないでしょう。それはね、スリーサイズさ、頑張って聞きたまえ。その相手さんにも話しかけてみる。大好きなあの人にデートを誘われたけど、何を喋ればいいのかしら。あ、この二人、両思いだった。両思い、気づいてないよ、両思いや。めちゃくちゃロマンチック。そうやな。これまでで人生経験の長いうちの恋愛経験はない切ないケースですが、アドバイスさせていただきます。初めてデートした男の人と会話に詰まった時に、一番最初に聞くべきこと、それは、中卒ですか？これで決めろ。あ、イベント入った。そういえば、心ってどういう異性がタイプなの？俺？刹那圭介？そうやな、どういう異性かって、ショートヘアが好きですけど。関係ないか。私ですか？そうですね。真面目な人とかでしょうか？そのまんまお前やな。恋愛のさ、好みってさ、大体自分とは違う性格の人を好きになるとか聞いたことある。お前全然当てはまってないな、それだったそういうシスさんはどうなんですか？私は料理上手な人かな。それはお前ができんけんじゃないの毎日美味しいご飯を作ってくれたら、それだけで幸せだよ。お、なんか出てきた。異性の知識あって、そんなんで強なれたらどんだけ人生楽なものか。どんなんだろう。意志力、恋力、あと精神力上げて、孤独ステートを下げると。どうしようかな。
精神力を上げながらも孤独ステートを上げるんだったらこっちにしようか。若干防御力は落ちてしまうか。あ、防御力欲しいな。やっぱりこっち。というわけでこっちにして、シリスさんはどうしようかな。若干心の方効力めっちゃ高なったな。ボーイッシュやな、ほんとマッスル心ってでも名前付けたろうか。よっマッスル心。めっちゃバカにしてる。どうしようかな。難しいところやけど、あ、こっちもそのままにしたろ。右か、この辺からどっかにおる感じかもしれんな。ふむふむ、盗賊団が依然として逃亡中か。物騒だな。盗賊団、そういうやつらと会うことになってしまうかもしれんのか。いらっしゃいいらっしゃい、日用品から雑貨まで何でも揃えてるよ。誰に向かって喋っているんだ。私たちは見えないはずのに。いらっしゃい。ん、今客が来たよ気がしてんだがな。気配を呼んでるこの坊主のじじい、やるなこいつ。これいらっしゃいいらっしゃいって相互に言おうけど、もしかして正面同士のお客、お店の店主同士でさ、いらっしゃいいらっしゃいって言い合いよが3丁入った。あ、見たことないやついる。拒絶のバンミやって。これのどこがバンビなん。バンビって名前を付けたくないレベルでバンビじゃないね。拒絶ってことは嫌悪かな。孤独抗議正解じゃなかったんかな。え、孤独じゃない。じゃあ、え、嫌悪だっけん、嫌悪やけん孤独だと思ったけど違うんか。予想外やな。なんか来たー。え、なに AP 減少させてきた。使わんけどさ。じゃあなんかようわからんけん別のやつから潰していこう。ラクタン緊張ダメした。あ、偶然弱点ついとったわ。やった、ラッキー。何やったっけな、ラクタンってことは何やったっけ。ラクタン何やったっけ、先言ってたような。剣王だったっけな、間違えた。え、何やったっけ、剣、ラクタンか、憂鬱、イエス。拒絶って何やねん、ほんと孤独なんかな。あ、孤独だったわ。ちょっと難しいとこから難しくなってきたぞ。お花はいかがですか、かわいいかわいい、お花はいかがですか。いらないっす。うちの畑で採れた野菜はいらんかね。いりません、野菜嫌い。今日は野菜中心にしましょうかしら。でもお肉も食べたい気分だわ。勝手にせえや。ですから妻の美しさをより一層引き立てるようなそんな宝石はないのかね。それに対して天使はなんて言われ、喋らせてくれん。こっちの人は、いらっしゃいませ、当店は何屋さんだろう。何屋さんな、お前が知らんかったら知らんよ、入ってやれ。あー、あらせあらせあらせ。あ、こっちに入って喋りかけるで後ろから。とは申されてましても、おかき様の好みというものもございますので。うん、神対応やな、当然な対応しとんな。おらんな、こっちには。これ見たことあるやつかな。いやね、問題なし。旅をするならいい棒が必要だぜ。ぜひうちの店で買っていってくんな。旅ってな、ここは RPG みたいにモンスターが出てくるとこなんだろうか。出てきよるけどこいつら関係あるんだろうか。ふむ、
これはなかなかいい品だな。いらっしゃい。人見知りが店を建てるんじゃないぞ。そんなことしてたらいつまでとっても儲からないぞ。なこれ港、市場通り港って、港まで行くんかな。ショッピングに来たんだろ。あ、イベントか。何しに行ってんの。え、港ってことは魚でも買いに来たん。漁をしようんだろうかな。やけん今日の晩は魚だみたいな感じなんかな。だとしたら港に来た理由もちょっとわかるけど、とりあえず追いかけていきましょう。次の船では明後日か。これ明後日だっけ、しあさって、あれどっちやったっけ。これもわかりませんな。少しはゆっくりできそうだな。だわー、いろいろ入りたいとこあるな。何してんだこの人。よし、全部揃ってるな。中の準備らしい。鍵がかかっている。心たちはどこ行っ、ね、イベント。なかなか見つからないね。か、心来たらどこに行ったんだろう。まずここに来た理由がわからん。なんといっても都市は広いですからね。他はあらかたを探しましたし、あとはこの辺りだと思いますが、いや俺そんなに探しているイメージはないですけどね。え、結構探しとんじゃ、この二人にとっては。ん？あ、シーサさんいましたよ。あれはどこからどう見ても過去の私ですね。お、本当？どれどれ？何しょんだろここ。心ったらあんな隅っこの怪しい店で一体何を買ってたの？何でしたっけ？何か大事なものを買った気がするんですけど。大事なもの？それじゃあどうもありがとうございました。心ちゃんならいつでも大歓迎だよ。まだ来てくれよな。これで買い物は全部終わったかな。早く家に帰らないと。あ、誰か来た。あいた。おお、なんだね、姉ちゃん。危ないからちゃんと前見て歩けよな。すみません、ちょっとよそ見をしてて。え、何ですかこれ。頭の中に何か入ってくる。おいおい、なんだ、どうかしたのかよ。あ、あなた何をしたんですか。なんでそんな人を殺すことを考えてるんですか。え、何な、てめえ何を。まさか今話題の盗賊団って。ちなるほど。ぐ、先言うたやつじゃ、盗賊団って。なんだか知らねえが、余計な手間かけさせるぜ。心、シーサさん、ダメです。ここは記憶の中とはいえ、過去の世界ですよ。むやみに干渉すると、何が起こるかわかりません。でも、心がさらわれそうなんだよ。助けに行かないと。ここにこうして私が生きている以上、きっと大丈夫ですよ。まあ、多分そうなんだろうけど、不安やな。え、何？私は何があったか覚えていませんけど、シーサさんなら覚えているでしょう。現実でも私はこうして生きているんですから。それは、でも、お？こんな時に邪魔が、戦闘が、とにかくこいつらを片付けますよ。ああ、見たことないやつじゃ、これ中ボスじゃね。やばいな。